セッション、事業者から見る VR の可能性ということで、お三方に、ご登壇いただいて、今現状でビジネス、VR ってビジネスって本当に大丈夫なの、金になるのっていうのが、まあ、多くの皆さんの疑問だと思いますし、実際に例えばもうビジネスを始めたんだけれども中国だとどんどん会社潰れてるし日本どうなのよみたいなことは、不安に思う方も多いと思いますけど、まあ、比較的今日いらしたお三方は、まあ、全然負けてないというかこれからすごいことになる可能性を秘めているお三方ですので、まず自己紹介を、お願いしたいと思いますけれども、どうしますか。稲荷さん、つながってるから稲荷さんからいきますか。はい。じゃあ、どうも。レコチョクの稲荷と申します。大丈夫です。レコチョクが、僕自身の紹介ですよね。レコチョクで CTO をやっております。で、基本的にはレコチョクラボというレコチョクの中の研究機関の、一応まあ監修役員というか、まあ、何やってるんでしょうみたいな状態で、で、まあ、基本的に大きくは VR はそのレコチョクラボの中の一つのテーマとして今扱っていて、で実は去年の段階からちょこちょこと実は撮影も入っていて、で今年の、頭から、実はアプリを作ってきてて、3月に、実質的に配信を始めようというような形で今考えてます。で前回実は藤井先生とパネルディスカッションで一緒になった時はキャリーファミルの、ライブサンフランシスコ公演のライブを撮影しましたっていう話をちょっとしたんですけども、実質今、これ Now Going で実は販売を、DVD に、VRA 特典映像をつけて、実はその部分は2000円いただいてるんですけども、プレオーダーという形で今うちのサイトで発売し始めていて、実質ここでサポーターという形になってますけど、現時点で、まあ、5000人強の、オーダーが入っているという状態です。でもともと VR 去年からやってた時はアプリを きちんと作ってなくて、まあ、とりあえず見れるもんでいいでしょうって言ったところから、実はここまでやってくるのに今度、機種特に Android の機種がやったら多くて、でバージョンも違うんで相当苦労をしているんですけれども、そういう形で、今のところはアプリを、ちょっと商品化に向けて、やっているっていうところです。で、まあ、こういうところが今のナウコインで、まあ、今日もちょっと実は別件というか、まあ、この後に続く VR コンテンツの実はダンスのリハーサルにちょっと立ち会ってたんですけれども、ちょっといろんなことやってます。でテクノロジーのところっていう意味ではまた今後まあ、ちょっと後の話に回すとして、ちょっとこれごめんなさい、ちょっと見せますが撮影しないでください。まあ、ざっくり言うと右見左の上下の関係でやってるんですけど、やっぱり VR コンテンツ自体はやっぱ映像が近いところ、カメラが近いところに接点できるので、明確にアイドルコンテンツっていうところはビジネスになってくるなっていうのがもう見えてきてますと。でそれを返事にして今後それをどういうふうに展開するかっていうのは、正直言うと先ほど藤井先生の言ってるようなことと一緒なことを考えてました。なのでまあ、今後の展開としてそういうことを考えているというのはレコチョクラボです。じゃあ次は株式会社ハシラス。
代表、はい、担当されてます、はい、元ですね、はい、はい、画面の方が来ましたら大丈夫ですかね。あ、違うものですよ、いけないいけない、それではですね、私の安藤昭弘と申しまして、株式会社ハシラスの代表をやっております。まあ、安藤の紹介というよりは会社の紹介という形で、これまでどういうビジネスがあったのかというのを、ざっくりご紹介いたします。うちはですね、身体運動を伴う VR により身体と頭脳を活性化させ、みずみずしい感動体験を場に提供しますということで、アトラクションっぽいものをよく展開している会社でございます。で、安藤もともとですね、江戸古典技術者をやっておりまして、こんな形で水芸やったりして、光栄というと確かテッドをですね、テレックス東京とかでここで普通に舞台出たのが確か初めて藤井先生に、見ていただいたりして、その時は和服着て、あ、怒ってましたねもういいじゃないですかそれはで、やってたんですけれど、VR の体感デザインを得意としておりまして、2014年3月に、趣味活動をスタートして、2015年12月に起業したという感じでございます。あと今日は五郎丸さん登壇でこの後あるんですけど、これ2人でオキタビっていうのをやりましてですね、2014年の2月にクラウドファンディングでみんなからお金をいただいて、代理旅行ということで宮古島に行ってですね、現地の視覚情報、聴覚情報を配信して、でかつお客様方から来るコメント等を受けて旅先を変えるような、まあ、そんな形 の、 1対多対1の、遠隔存在感のようなことをやったりしたりですね、で現地の、全天球動画の共有などもやってきましたみたいな感じです。これまでですね、カウントしていったら2014年7月から、今年の3月に向けて、まだ今作ってる最中のを含めて22種類67筐体ぐらい、アトラクションを作りまくってましてですね、これ結構いろいろバリエーション違うのも出てきて、まあ、有名なのも無名なものもいろいろあるんですけど、数えてみたらすごい数になってました。で、常設だと今は、長崎のハウステンボスに12台と、ヤマミュージアムに1台、これちょっともしかしたらもうないかもしれないですね。で、サンシャインの方に6台と、人間大砲のやつとブランコのやつとかですね、イオンレイクタウンの方に4台4台、馬とブランコが入ってて、つい先日アドワーズの方に魔法の絨毯が1台入りましたという感じです。あとはショールーム兼工房が北区の浮間などにございまして、常時5、6種類のアトラクションをやってますということで、まあ、ビジネス的にはアトラクション系で攻めていながら、それなりに利益を出してやって、発展しているような会社をやっております。よろしくお願いいたします。電通の足立と申します。私まあ、学生の頃ですね、まあ、コブラという漫画のアシスタントをやっておりましてですね、まあ、今でもですね、先生との交流があって、つい最近もまたアシスタントやってくれないかって先生から連絡があったのばっかりだったんですけども、まあ、ご存知の方はご存知で、なぜコブラと VR のつながりっていうのはですね、まあ、結構知る人ぞ知る話かなというんですけども、まあ、ちょっと割愛させていただきます。まあ、そういったのもあってですね、まあ、VR の夢って本当に学生の頃からありまして、で、もうその会社に入ってですね、もう20年ぐらいですね、もういろんなこう VR、取り続けておりました。まあ、企業さんの、イベントなんかでもですね、まあ、イベントっていうか、ソリューション系の仕事をやらせていただいたんですけども、まあ、これヘッドマウントじゃないと VR じゃないんじゃないかみたいな話はあるかもしれないんですけども、実はこの知見っていうのがですね、今のマウントを使った上でのですね、VR にすごい生きてるなっていうふうに未だにこう実感しております。まあ、特にこうプレゼンスを与えるっていう部分ではですね、これまでの知見ってまあすごく参考になるなと思ってます。で、2016年の11月2日にですね、ようやくですね、僕にもこう日の目が当たる時が来ましてですね、VR クラスというですね、まあ、タスクフォースなんですけれども、まあ、電通の各局ではなくて、まあ、その局に1人ずつですね、代表者を立てた、まあ、VR の事業を広げていこうっていうふうなことで、そういった、タスクフォースの、組織を立ち上げました。で、まずそのメディアの方にですね、まあ、500名ぐらい来ていただいたんだと思うんですけども、まあ、一緒にやっていきましょうっていうことでですね、セミナーを、きっかけにですね、これから広げていきたいなと思っております。で、なぜ電通が、こういうところに、入っていくのかということなんですけども、まあ、当然僕が好きだからっていうのはあるんですけども、まあ、建前は別として、まあ、まあ、建前かどっちかと、まあ、直感的なコミュニケーションツールであるということと、まあ、世界同時多発的にですね、
行われている、まあ、イノベーションである、そして、次の産業を創造する可能性がどんどん、増えてきていると、そして究極的なメディアの表現であるというところが、まあ、今電通が、事業に取り組んでいるという理由です。そして、まあ、これまでの、実績という、まあ、ヘッドマウントを始めてからのこう実績という部分と出資の、話なんですけども、まあ、旅行会社だったり、まあ、不動産、関係だったりとかですね、まあ、そういった部分では、まあ、こういう車自動車関係、そこら辺ではですね本当に先ほどもありましたけど箱底さんだったりとか橋田さんには本当に非常にお助けいただいてます。お世話になっております。この初音ミクの、そうですね近藤さんの案件、まあ、そして映画のプロモーションだったりとかですね、まあ、ご存知の方多いかと思うんですけども進撃の、巨人展に併設した VR、そして、まあライブですね、ライブの、この、本当にこのど真ん中にこうカメラを動かしていただいたっていうふうな形だったりそれを、リアルタイムでですね、ライブを配信していくっていうのもですね、まあ、どこよりもこう先駆けてやってきました。で、まあ、あの美容区が来日した時のですね BV の、制作だったりとかですねあとは、まあ、こう常設店舗、それこそ橋田さんには非常にお世話になっております。で、まあ、最近はですね、まあ、福祉になんとか活用できないかということで、まあ、動物園をですね、まあ、小児病棟の子どもたちに、届けてあげようみたいな動きだったりとかですね、まあ、震災の時にですね、まあ、どうしても、被害を受けまして、まあ、長年続いた、水族館を、まあ、ちゃんと形として空間としてメモリしてあげようっていうふうな、ことでしたり、まあ、熊本城本当にまさにこう震災の直前だったんですけど、まあ、写真 VR に収めることができましたっていう話ですね。であと、まあ、こういった、日本、まあ、世界一美しいと言われているこう花火大会ですね、まあ、届けようっていうふうなことだったり、まあ、これもちょっと前になるんですけども VR シアターっていうものですね、全国で、展開していって、まあ、イオンさんだったりとか、何でしょうね、まあ、いろんなメガフェだったりとか、カラオケボックスだったりとかで展開していくと。で、最近ですとこういった、まあ、そこでできるような、コンテンツということで、まあ、ローデータっていう、まあ、今日本世界でも結構人気のあるコンテンツなんですけれどもそういったところにこう出資させていただいたりとかですね。で、まあ、ソーシャライブっていう風な、まだ、詳細をお伝えできないんですけども、まあ、ライブを、みんなで楽しむという風なコンテンツそして、ライブライクというですね、まあ、これはスポーツをですね、まあ、いながらにして友達と一緒に観戦するっていう風な、そういった会社にこう出資しているというような状況でございます。まあ、簡単ですけども、ご紹介させていただきました。こちら、はい、お三方の、自己紹介で、おそらく、知ってる人もいれば、僕はその足立さんのそのコブラ、それは全然知らなかったですが、いい話が聞けたと思います。それでですね、これから少々25分ぐらいありますけれどもそこで、お三方とちょっとVR 事業ってビジネスとしておいしいの本当にこれは続けられるビジネスなのかとかまあ素朴にこれから入ってくる人たちが知りたいことを、もう走り始めてしかも先行されている皆さんのお考えをちょっと伺っていきたいなと思います。でまずですね最初は、VR 元年と呼ばれた昨年度ですねをちょっと振り返ってみて皆さんから見てご自分の、まあ、ビジネスは今ちょっとお話心がいろいろされましたけれども昨年一番これはイケてた面白かったっていうのは何だったかっていうのを、まあ、自分のやつ置いといて俺のが一番っていうのは分かりますだけどアンドさんはそう言うと思いますけどそれ以外でこれは良かったっていうのがありましたら面白いなと思ったんですけど私さんそうですねやっぱり本当に USJ の VR コースターっていうのは本当に面白いなと思いました。まあ、技術自体は海外のものなんですけども、あれでも本当に、回転をし VR ってやっぱりなんでしょうねオペレーションがすごく大変なんですよね。コストがかかります、はい、
それも見事にこなして、まあ、採算が取れてるかどうかっていうのは別の話なんですけども、まあ、VR を一般のものにしたな、まあ、そこももちろんそうなんですけども、すごく見たかったところだなっていうふうに思います。最近またコンテンツエヴァに変わって、そうですね、すごいクオリティが上がったっていう話、はい、そうですね、あれ1日実はどのくらい入ってるかご存知です？1日6000人回してるんです、あれで。はい、すごいね。やっぱもちろんスタッフの数はすごいですけども、まあ、そのちゃんとオペレーションしてるっていう USJ さんはすごく素晴らしいなと思います。1回何人ですか？1回、コースで4人のものがどんどん流れてるっていう風な形で、はい、もうあのソフトを入れ替えるだけで、まあ、キャリーだったんですけどね、その後エヴァに。すごいですね、はい、ありがとうございます。僕的にはあのやっぱちょっとあの去年は実はカメラの方を見ていまして、そういう意味ではノキアの、 あの360度カメラのやつが一番ちょっと衝撃的で、今ちょっとまあ、どちらかというとライブだとか、音楽系のことをやってるんで、結果的に今何やろうかって言った時に実は舞台装置とどうくっつけようかっていう、そういうカメラ自体がカメラであるとちょっと舞台とそのカメラの位置がすごくキーになるっていうことが分かってきたので、それを なんていうかな舞台装置とくっつけて表現できるようなものじゃないとちょっと難しいなっていうふうには感じてますね。で、クオリティのいいカメラっていうのはまあ比較的まあ、うちたちもソニーを使ってたりとか、あと GoPro を使ってるんですけど、やっぱり大きいっていうのがまだちょっとありまして、でなぜ大きいかっていうところもまあ、やってるうちに分かってきたのが熱暴走しちゃうというのと、あとライブ映像2時間が電池が持たないっていうのがあって、でどうしてもそこの部分を考えると今はカメラにちょっとしばらくは注目しとかないと物が撮れないっていう状態に陥ってるんで、今はそっちを見てるっていうのが正直なところです。実際にそのカメラはそのさっきのオゾ使われて何が一番印象に残ったんですか？球体オゾンは まず 球体で表現できているので、比較的なんだろう、あれを隠すことができるというその まん丸いままどっかに隠したりとか、まん丸いままいわゆる、観客にわからないようなカモフラージュができそうだっていうところが、まあ、すごくいいなと。結構大きいですよ、ね、大きいです。あれ目立たないってことですか？目立たなく収めようっていうことを今努力しているという感じですね。収まるんですか？まあ、今のところは収まってないですが、まあ、ただ GoPro 14でよりも収まりやすいなと思って、まあ、それはそうですね、だいぶいいですね、はい、去年はやっぱり PSVR かなと思ってまして、とりあえず面白いなと思ったのは、これまで結構ノラというかいろんなデベロップメントキットを配りまくって出るっていうスタンスがあったところを、やっぱりソニー側できちんとクオリティチェックをして一定以上のものを一般にっていうところが一番スキームとして成功したのが PSVR だなと、まあ、これが一つ。あともう一つがやはりロケーション VR というのはスケールしないよというのがずっとかなり初期の頃から言われてきていて、でやっぱりプラットフォームでという方向の方が投資熱が高かったのが2016年はちょうど逆転の年だったなというふうに思ってて、逆に一般の浸透というのがこれ結構かかるぞと、どっちかというとそうなってしまったがゆえに相対的にロケーションの方が今力を増しているなというのが、まあ、去年のトピックとしては一番自分は面白かったなというふうに思っています。ロケーションというのは何を指すんですか？まあ、何でしょうね、全般的にやっぱり結局我々が何を目指してやってるかというと、そういう体感込みのっていうのは映像だけに比べて、まあ、一段落上、まあ、一次元上で結構別格に楽しいというところがあったりするんですね。で家庭用に入ってくるものって、そのさっきの PSVR さんが一定以上の品質が担保されてるとあったように、初めて接するものっていうのは超度肝を抜かれるめっちゃ最高の体験ってあるべきだと思ってるんですね。でそういう部分というのが一般家庭の部分というのの役割が果たせなかった部分というのが、もうすでに手厚いこうアテンドと
あるいは場合によっては体感とあるそのご家庭じゃないセッティングセットアップされた満足いく体験っていうのが、まあ、ロケーションの方で今熱いところかなというふうに思います。それはあれですよね、柱数の主戦場ですか。そうですね、まあ、主戦場ではありますけれど、あのでもちょっとうちそこからシフト一つあるところでもあります。それも多分来年の話になってきちゃうけど大丈夫ですか。来年の話になっちゃうんですけど。じゃあいいです去年、はい、はそんな感じ。あ、なるほどね、はい、これから進化していく話がこれからですね、はい、まあ、元年ということでいろいろなハードウェアが出てきて、で、いわゆる一般への認知がだんだん浸透してきたっていうのが、まあ、去年 で今年に入って、じゃあ、まあ、僕ら、まあ、数年前からやっている、足立さんの方が20年前からやっているあの僕らはあの通ってきたところを今普通の人たちがもう一回僕らに問い直しているフェーズではあるんですけれども、じゃあその中であの当然先行者としては人が思いつかなくて、あの差をつけたものっていうのをこれから提供していかないと結構追いつかれちゃう。まあテクノロジーってお金を払ったら買えちゃうんで、例えば稲荷さんがおっしゃったオゾ買っちゃえばオゾって取れちゃうわけですよね。それはもういきなり GoPro6 台10何台で撮っていて、ものすごいテクニックを今まであの積み上げて人たちがもしかして一瞬にして並ばれちゃう可能性があるっていうのがテクノロジーの怖さで、なのであのそうするとあの今僕らはなんとなくちょっと先行してる気持ちでいるけど、誰かが新しいデバイス出したらあっという間に抜かれちゃうんで、やはりそれをあのビジネスとして継続させるためにはそのあたりをきちんと考えた上で、やっぱりあいつらすげえっていうのを常に言わせ続けられないとビジネスで継続できないと思いますよね。そう考えた時に今年をどのように過ごすかって、結構フェーズとしてはいわゆるあのハイプサイクルのこれからか幻滅のフェーズになるってみんな思っていて、あのおそらく今年の夏ぐらいにかけて結構一旦 VR って冷え込むんじゃないかってみんな思ってるんですね。でそこをどうやって乗り切るかっていうのは、おそらくまあいろんな種をまいてこれからいっぱい、まあ、僕もさっき全部話しちゃいましたけど、ああいうものを軸にあの死なないように2年間ぐらい死なないように頑張ろうっていうのが現状ですけれども、皆さんはそれをどういうその冬の時代どうやってこれからあの乗り切る、もしくは、まあ、冬なんか来ねえぞっていう人もいるかもしれませんけどどうでしょう、あの俺、私からっていう人。じゃあ僕から冬が来ない人です。マイク持っちゃってたんで、あの巻きでいこうかな。はい、ですね、とりあえず我々はそういう体感をものでっていう風な形ではあるんですけれど、これはなぜそういう風にしているのかというと、まあ、その一次元楽しいというのもあるんですけど、やっぱり自分が芸人なので適性があるんですよ。エンタメ系を出すっていうところはいろいろ知ってるところもあって、一人に行って儲けやすいっていうところがあります。ただ今、思ってるのはですね、 VR の世界にいながら何をやっていかなきゃいけないかっていうのは、なんといってもですね、ナレッジと成功失敗のフィードバックをしなきゃいけない。これが今喫緊のものすごく重要な課題だと思ってます。今早計にそういう VR の結論とかこれだっていう勝ち筋は決めつけるのは危険だというふうに思ってるんですね。なので、大きな資本を持っていたり他からの収入源を持っていたりとか、そういうところはもうあのバンバンあのそういう何でしょう、あの R&D をやっていくべきフェーズではあります。ただ我々はスタートアップでまさにこの VR で起業した団体なので、そうは言いながらもお金を回していかなきゃいけないわけですね。なので、そういう点で一定以上今稼げるもので稼ぎながら、その中にいかに自分らの中で発見とフィードバックと得るかっていう部分があります。でさらに今我々がどこにシフトしていこうとしているかというと、産業系や医療系やいわゆるその体感を伴ってやるハイエンドな体験が、まあ、売れる場所に向けてリーチしていこうとしています。そのために今22種類ほどみたいに書いてたんですけれど、あらゆる可能性を模索しまくって、クライアントからのニーズをあらゆる形で拾うといういわば特注慣れをしているような状態です。で、まあ、その回もあって、今年は九州工大様の方からドライブシミュレーターの受注などをいただいておりまして、こういったあの単なる楽しいではなく本当にリアルな体感、リアルと感じてしまうのはどこにあるのかなどを知った上で、それらをお役立ちになる、まあ、いわばこれから先というのは単なる一過的な楽しいではなくて役に立つ VR というのが当然にあの主流になってくるわけでございますので、体感込みでかつ役に立つっていうものが、今年はどんどんシフトしていく方向なのかなっていうのが、まあ、うちの会社のやり方です。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。藤井先生からお褒めの言葉が僕いつも褒めてるじゃないですか。じゃあ稲荷さんね。
はい、私のところは逆に言うとあんまりこういろんな産業が出ていけないので音楽に特化してて、で一つはあの VR の、 そのスマホだとかオキュラスとかっていう以外にやっぱちょっとホログラム的なところをちょっとあの模索はしていて、いわゆるアウトプットデバイスっていうのをもうちょっとあの閉鎖空間じゃなくてあのオープン空間の中でどうやって見せるかっていうのを一個試行してますと。で、ただその中でももう、まあ、いくつか取った中でいうと、いわゆるそのまあ、取りだめとか VOD 系の、ビデオ自体は、まあ、まあ慣れてくるだろうなと思っていて、いかにライブストリーミングで、体験型の価値を提供できるかっていうところに早めにシフトしようというふうに思ってます。で、まあそういう意味では藤井先生とちょっとあのぶつかっちゃうかもしれないんですけど、あのうちもちょっとライブ配信的なものからそこに360度動画だったりっていうのはあの考えていて、それをいかにちょっと今年中にラウンジかけるかっていうことと、やっぱりそれをいかにその僕たちはちょっとアーティスト側にアピールしていって、あの実証って言ってわけじゃないんですけど、やっぱりあの実際に時間と空間を飛び越えるような体験価値をシェアリングするようなあのやっぱりあのライブをちょっと提供していかないとあのいけないと思っていまして、むしろそっちのプロジェクトを早めにあの作っていきたいなというふうに思っています。それができればあのでかつ人が集まるっていうのを分かれば違うあのマネタイズというよりもあの、まあ、人が集まるようなあの場をあの提供できるんじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。足立さん。はい、もう全然心配する必要ないなと、私はちょっと思ってまして、本当にこれ皆さんにも言えることだと思うんですけども、まず日本三大キャリアはですね、ちょっとここでは分かんないところですごくうごめいてます。で、さらにですね、やっぱり我々の方にですね、まあ、クライアントさん、まあ、企業さんですね、まあ、いろんな問い合わせが来るんですけど、まあ、もちろんあの D2VR プラス立ち上げたっていうのが一つのきっかけなんですけども、もう問い合わせがどんどん来てる状態です。なんであのこれまでは割とあの企業さんの中でも本当に先言ったギークな人たちだったんですけども、だんだん普通の宣伝担当の方にもですね、その VR の、本当に意味だったり費用対効果っていうのがですね、だんだん感じられるようになってきました。で、あのもちろんオンライン上での、VR っていうのはまだたくさんの人が見ているわけではないんですけれども、本当にオフライン上ですね、まあ、いわゆるロケーション VR、 例えば、イオンで見れる環境がある。イオンにはやっぱり普通の、まあ、ドリンクだったりとかお菓子だったりとかいろんな商品が置いてあるんですね。もう本当に体験してそこですぐ購入につながる可能性があるということでですね、このロケーション VR があるっていうのが一つ、企業さんの後押しをしている。これまではイベントを自分の費用でやっていかなければいけなかったものが、もうその場所は提供されてるんだっていうことですね。そして、Facebook だったり、YouTube、まあ、特に Facebook のタイムライン上にその360度動画が上るとですね、カクカク、まあ、ジャイロに反応して動きますよね。やっぱりこれまで今動画プロモーションが一般的なんですけども、ジャイロに反応して動くこの、それがもう本当に普通の動画よりも全然クリックされてるんですね。まあ、そういった部分で、費用対効果結構あるんじゃないのっていうふうな動きがあります。やっぱりその企業さんがどんどん動けばですね、こう皆さんにもこういろんな機会が創出できるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういった、まあ、先ほどのハコスコにもですね、どんどん皆さんが、登録して、まあ、そこで、マネタイズもできる。それはロケーション VR でも同じようなことができると思いますので、とにかく諦めないでいただきたいなと思います。ありがとうございます。心配することないみたいです、はい、まあ、僕もあの強気なことを言ってますけれども、どうなるか本当にわからないんですけれども、あの今おっしゃられたように実際にあのお客さんからのフィードバックとして、あの今までの VR って例えばイベント単発でやっちゃうと、あ、じゃあたった300人しかできなかった、それに何千万かかっちゃったみたいなのだとダメでしょうだったんだけれども、今はそれが変わってきてるってことですか？
そうですね、例えば、ロケーションがたくさんありますと。でそこが例えば、1日10人だとしてもそれが100箇所あればですね、1日1000人が、見るわけですね。それが常設で置いてあるわけですから、費用対効果として、結構見ていただけるかなと。例えば 1PV じゃなくて1エクスプレッションっていうふうな単位っていうことも考えられるかなと。今年の展望というところで、今年の見通しというところで、もしかしてですね、今日本が2016年にあったぐらいの熱量を失う可能性もあるはあるんですけれど、今見てて、特に米国等はインフラ面で強いなということと、アジア圏、韓国、中国に関してはロケーションの数などはすごい増えてるなって感じるんですけど、コンテンツ力は日本結構先行してるなって感じてるんですね。でこういった部分でのリードを取ってると、実際に海外からの引き合いっていうのがすごい来ていて、仕事ベースでっていうんだったら、まずここである程度の持った実績っていうのはそのままこうなんていうのかな、今 VR に関しての関心の高いところからこう低いところに順次時間とともにスライドしていくっていうところがあるので、まず国内で割と世界に向けてそれなりにいい場所っていうのを築いておくことで、まずはその近隣のアジア、それからそのヨーロッパの方とか中東の方とか、全然そこは横に行けるなっていうのは思っているところではありますね。そうですね、VR の体験っていうのは比較的、言葉にしにくいっていうのの逆側で言うと、ノンバーバルな情報ということで言語文化問わないので、今おっしゃられたように、例えばアジアに行ってそのまま同じコンテンツで全然構わないんですよね、おそらくね。カーペットのやつなんか多分世界中どこ行っても行くと思うんですよね。できれば中東に買ってもらいたい、雰囲気的には。あ、それでいいんですか。石油王一発狙いがあるんですね。でも自分一台で終わっちゃうじゃないですか、権利があると取られて。それだったら世界中何千箇所で絨毯で飛んでもらった方がいいですよ。そうですか。なので、正直なところ僕らは多分あんまり心配してなくて、やっぱり VR っていう新しいテクノロジーを、たまたま今僕ら VR って呼んでますけれども、多分何かなんですよね、別な何かで、たまたま VR って言ってるんでなんとなく狭い意味で捉えがちなんですけど、新しい何かを、人類が手に入れつつあるフェーズだと考えたら、使わない手はないし、やめる理由は全くないということですよね。で、今本当に足立さんから出たんで、事業者の方々、これから参入考えている事業者の方々へっていうのをお聞きしようかと思ったんですけど、もうすでに出ちゃったんで、ここはちょっとスキップしてですね、最後にですね、大抵こういうパネルの最後はですね、5年後のイメージみたいなダブッとした話になるんですけれども、皆さんが、VR という、一つの、テクノロジーを使ってどういう世界を自分たちが作っていきたいのか、もしくは提供して世界をどう変えたいのかっていうのは、インパクトの与え方ですね。世界中のアトラクションは俺のものみたいなのはそうなのかもしれないんですけど、そういう形で未来にどこに行きたいのかっていうのを一言ずついただければ。どのような世界が、達成できると満足なのか。なるほど。まず私の方で考えているのは、いわゆる VR を装着している時間の逆転っていうのはいつ来るんだろうなっていうのは常々思っているところで、今は日常の中で特別な時間に HMT をかぶるという動作になっているのが、結構いつもかぶってるんだけどご飯の時ぐらいは発想かなとか、そういうところっていうのがどっかで逆転が来るっていうのは思ってるんですね。でこの5年後っていうところはどうかなって自分の中でちょっと考えているところで、まだギリギリ現実の方が遅そうなんだけど、でも結構案外とは5年後ぐらいだったら近いラインに来る、少なくともギーク層はもう来てるんじゃないかっていうのは思ってるところではあります。それは別に実験的な試みって意味ではなくて、現実と VR って情報量の差がありすぎるんですね。現実の方がリッチなわけですよ。で体験がすごい楽しいというか、リアルなんですね、リアルですから。なんだけど VR っていうのはそれを上回る利便性っていうのが出てくるので、リアルさは追いつくまではまだかかるはずなんですよ。だから、このぐらいこう下がるわけですよね。現実に対しての VR 持ってるリアルさとかが、半分ぐらいだとするじゃないですか。 でもその上に積み重ねられるすごい便利さっていうものがあることで、現実の方が超えていくだろうっていう、でこの辺の境目がちょうどここか、もうちょい先ぐらいかなっていうところを期待しているところではあります。その中で自分の果たす役割っていう点に関してだったら、今はですね、こういうロケーションのというので、ナレッジを蓄積して
それから事業実績を作ってというところをやってるんですが、全然こっち方面もあり得るというふうには思っています。まあ、会社として生産力をつけていったら、どんどん自分らの領域外にも足を踏み出していくので、覚悟しておいてくださいじゃなくてご期待ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、まあ一つは映像、まあまあこれもまあうちの会社というかレコジョクの範疇で考える中では、やっぱりさっき言った時間と空間の中で世界中のまあフェスだとかライブハウスだとかって歌ってるのがポータルになって、それが体験して、ま、あったかもその場にいるようなそういうような世界を描きたいなというふうには思ってます。でただそれだけだと単に一方向になって全くなんていうかな参加意識がなくなってくるので、その参加するたお互いになんかそれが相互反応するようなデバイス、それがなんか SNS なのかもうちょっと違うような表現力なのか分かんないんですけれども、知らない人同士が世界中で会話できているようなそんな場というか、VR の中でバーチャル空間が1個できて、それの出口がまさにリアルな空間を設定にしているような、そんな、なんていうかな、バーチャル空間とリアルとの間の橋渡しみたいなところまで出来上がると、今度バーチャル空間の方が、実空間よりも価値を持ってきてくるだろうなというふうに思ってますので、まあまあ、そういうところまではちょっと描いていこうというか、そういうところまではちょっと到達していこうかなというふうには思ってます。まあ、本当に5年っていうのがいい数字だなと思いながら、何でしょう、今オリンピックでですねこう盛り上がろうとしている中で、そのオリンピックが終わってしまった時にですね、まあ、世の中がこう脱力感に駆られる可能性があるなっていうのがちょっと本当に心配 で、まあ、テレビっていうのがどんどん沈んでいくんじゃないのかなっていう、まあ、不安の中にいるわけですね。まあ、直近では僕 VR って本当に親子で手をつないで、その空間に入っていくみたいなものを目指したいなって思ってはいるんですけども、本当に5年後っていうのはどんな風になっていくのかなと。今スポーツっていうのがこれから盛り上がってきます。で、それに伴っていろんな撮影手法だったりとかそういったのがこう磨かれると思うんですけども、オリンピックが終わった後どうするのかということなんですけども、ただそのオリンピックに向けて今日本にはもうたくさんの観光資源がある、アニメーションそういったコンテンツの資源があるっていうふうに、まあ、世界に認知されるんじゃないかなと思ってます。で、インフラもですね世界よりも早く、まあ、5G も含めてですね整うようなそんな環境がこれから5年後、まあ、3年4年後にこうできてくると思うんですけども、まあ、その時に本当に日本が一時こう頂点に立つんじゃないかなと思います、こういう VR の領域で。なので、やっぱそこを目指していただきたいし、まあ、その皆さんがその世界のこうトップランナーとしてその VR っていうものをですね、世界に向けて何か新たなアイデアだったりとか表現だったりっていうのを本当に見つけてほしいなと思います。まあ、ザッカーバーグはね、何でしょう、コミュニケーションプラットフォームっていうふうに言ってましたけど、まさにそういった環境が、できると思うんですけれども、それをもっとどういうふうに肉付けしていくと面白いのかっていうのはですね、日本のコンテンツだったり観光資源を使って表現していただきたいなというふうに思ってます。ありがとうございました。非常にいいまとめをいただきます。これで大体このビジネスセッションの、時間は終わりなんですけれども、通常去年の秋ぐらいに同じことをやるとなんか来年ダメなんじゃねえで終わって明るい話が出なかったんですけれども、今日お三方は力強い大丈夫だと僕まあ。お願いし大丈夫ですって言った気もしなくもないですけど、お願いしてよかったなって本当に思います。明るい話しか出なかった。去年なんかうちの会社で VR VR って言ってるとみんなビデオリサーチだと思ってました。全然本当に通じなかった。電通社内で、はい、もう一人浮いてました僕。あら、はい、辛い時期があったってことね。もうずっと冬です ですよね。辛そうでしたもんね。まあそれ今でも今会社的に辛いんですけども。わかりました。はい、ありがとうございました。はい。ここ
ここでちょっと5分ぐらい休憩をしたいと思います。飲み物の準備がありますので、一旦そちらの方でお飲み物を、取りになって、その後5分後ぐらいから再開したいと思います。それでは。ありがとうございました。僕もこれだけいろいろと足立さんの話を聞きながら、まさかの初めて。